三倍鳥三倍鳥は鶏肉を使用した中華料理である。三倍鳥は中国南部厚西省の名物料理でもあるが、現代では台湾で非常に人気のある料理となっており、三倍にがうまくないレストランは真の台湾料理店ではない。と言われる。三倍鳥の由来に関してはいくつかの説がある。 これらの説は三杯の調味料を土鍋に入れて、弱火で長時間煮込むという調理法に関連したものが多い。また、厚生省出身で、宋の時代の国民的英雄である文天省に関する逸話も存在し、牢獄に入れられた文天省に同情した刑務官が死刑執行日に彼のために限られた食材を用いて作った料理が由来であるという説がある。三杯取りは、 同量の3倍の調味料を使用することから、その名前がついている。用いる、調味料は、醤油、ライスワイン、通常、木酒を用いるが、紹興酒と併用することもある、ごま油である。台湾の料理人、林ンキンは、真の料理のレシピは、醤油、ごま油、砂糖を、それぞれ一杯ずつ加え、さらに生姜や球相等を加えるというものであると、している。 調味料をかけた鶏肉を土鍋に入れて高温で10分間調理しその後肉に調味料が十分に吸収されるまで低温で調理する3倍鶏は通常調味料の80から90%が減った状態で土鍋に入れて提供される3倍鶏はすでに調味料による味付けがなされているため漬けだれのようなものはない提供される際鶏肉は 表面からジュージュー音がしている状態で提供されるのが良いとされる。これにより他の大多数の中国や台湾の煮込み料理にはない表面のプリプリした食感が楽しめるようになっている。三倍鳥は米やかゆと共に食べることが多い。その他、豚やカエルの肉を代用品として用いることもある。ありがとうございます。